吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です、今日は法政大学市ヶ谷のキャンパスに来ております。今ここで、吉田勉さんと呼んでくれた人がいましたんでありがたいなと思いました。ところが早速うまい商売上手な人がいましてプリンを買わされました。なんとこれが300円もするそうであります。もうすでに払ってしまいました、この後美味しくいただきたいと思いますが、どんな味でしょう果たして。申し訳ない、ちょっと持ってください、しばらく食べるところ。はい、はい、これどんなサークルが売ってるんでしょうかね。これはグルメ研究会です。はい、グルメ研究会だそうであります。神楽坂グルメ研究会です。神楽坂、いや素晴らしい場所ですね。はい、神楽坂といえば、この間去年の今年の春に行きましたね。小さな店に行ったことがあります。まあ、それよりも今日は市ヶ谷のキャンパスのこの自主法政祭が大成功に進みますように、そういうことを記念しまして、美味しいプリンをいただきたいと思います。まあ、250円ほどの味でございます。終わります。じゃあ赤の丸を押してください。